皆さんこんにちは、星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。どうも。今日はですね、最近気に入って使っている雲台をご紹介したいと思います。このレオフォトさんから発売されてるですね、MBC20 っていう、これ自雲台なんですよ。これをご紹介したいと思います。遠征行ったりとか、登山したりとかトレッキングしたりっていう機会がすごい増えてきてるんですけども、そんな中で三脚はこう軽くできてもね、これ LS255CEX ってやつで、結構1キロあるかないかぐらいの軽い三脚なんですけど、こういった三脚を使う中でですね、雲台だけがなんか妙に重いなみたいな感じたことがあって、軽い雲台にしたいなと思ってこれ使ってみたらすごい良かったんですよ。今日は、この雲台ですね、についてご紹介したいと思います。あとこの雲台と一緒にちょっと類似品を見つけたんですけども、それの使用感というのもお伝えしたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、これが MBC20 って、これすごい珍しい形してますよ。面白いですよね。これね、このロックを外すと本当に自由雲台になります。で、一応こう縦構図にもできるんですよね。で、下がね、8分の3インチのネジ穴が開いています。で、ここがアルカスイスになってて、水準器がついてて、で、ここでアルカスイスプレートの緩めたり締めたり、それからこっちを緩めると回転します。はい、で、メモリもついてるんでね、パノラマ雲台としても使えるみたいな感じですよね。で、私割とこういう大きめのカメラ使ってるじゃないですか。で、こんなちっちゃい雲台でこういうカメラ固定できるんですかって思うでしょ。それはね、ちょっと設置に工夫があって、例えばちょっと今このミニ三脚につけてみますけど、で、何度も私このチャンネルで言ってるんですけどね、前後バランスを取りましょうっていう話ですね。すごくバランス悪いんですよね。前にだけ負荷が、で、ここになんか角型フィルターとかつけてさ、どん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 前が重くなるわけですよ。そうすると転倒の可能性も出てくるし、そもそも前が重いからだんだんこうやってなんかお辞儀したりとかね、こういうことが出てくるわけですよ。ねえ、この雲台自体はすごい頑丈で、ちょっとやそっとじゃ、動かないんですけど、やっぱりこう力を入れるとやはりこうやって動くような感じではあるんですね。はい。ただここでこういうね、レオフォトさんから出てるこの NPL100 っていうやつかな、 NPL100 っていうこのプレート、これをこういうふうにつけますと。で、この上にこう搭載すると、こうやってね、前後バランスが取れるようになるんですよ。ちょっと後ろにこうやって引けるのね。で、例えばここで雲台を緩めて手を離した時に、これが止まるような位置っていうんですか、はい、これも自雲台緩めっぱなしです。で、動かない理由はこうやって前後バランスを取っているからなんですよね。前後、ちゃんと軸荷重に重心が来るようにしているからなんですよ。こういう風に前後を取って設置をすれば、こういうちっちゃいやつでもね、全然いけます。で、今はなんか、デモンストレーションというか、皆さんにご理解いただくために結構シビアになりましたけど、結構この辺でいいかなみたいなところで、バランス取ったとしても、十分ですね、強度が出せるような感じになります。ちょっとやそっちじゃ動かないですよね。だから上向けた時とかはもうちょっと前にずらすとかさね、そういう工夫が必要だったりしますけど、この前後バランスを取るっていうことを身につけてさえいれば、こういう小型の雲台でも十分な強度性能が出せて、安定した撮影ができるっていうことで、縦構図にするときはさすがにこうやってやるとちょっとね、バランスが悪くなっちゃうので、私こういう L 字ブラケットっていうのをつけて、この縦構図横構図っていうのを切り替えるようにはしています。カメラ側もこうやってアルカスイスプレートをつけなきゃいけないですけども、それはつければこのセットで使います。このプレートの分余分に持っていくことになるじゃんみたいに言うかもしれません、思うかもしれませんが、私どんな自雲台作っても前後バランスは取るんですよ。だからこれは必ず持っていくので、ここの部分ががっつりこう減ったっていう感じで、私非常に満足してます。何より持ち運びが簡単なんでね、1枚でも多く撮影をしたい、とにかく、持っていきたいという欲求には叶えてくれる
そんな自由なんじゃないかなと思うんですね。で、もう一個、この運動あまりにも良かったんで気に入って、もう一つ欲しいなと思って買おうと思ったんですね。そしたらさ、アマゾンでこういうの見つけたんですよ。もうまるっきり同じですよ。フォトベタ MVP19 片番も似てますよね。で、同じような、なんかこう取り付けしてるし、ここのネジでこうね、動かすのも同じだし、で、上もアルカスイスになっていて、もう使い方も同じです。はい、全く変わりません。知れてればここにもなんかちょっとメモリっぽいのがあるぐらいかなみたいな感じですね。これ見てみるとですよ、本当にそっくりですよ。なんかあるんだろうねこれね生産してる工場が同じか、まあいろいろな事情があると思うんですけども、これね、値段がね、こっちがね9000ぐらいかな、でこっちがね半額なんですよ。半額の方がいいじゃんって思うじゃないですか。でも本当に同じなのかなと思って買ってみたんですね。で、使ってみたんですけど、やっぱ違ったわ。何が違うかというと、私あの寒冷地ですね、寒いところで使ったんですけど、マイナスまでいかないですね。もう3度とか4度とかそのぐらいの気温になってくると、こっち硬い。ここのね、締め付けがなんていうか、あの硬くって、この横のこの動きもそうなんですけど、いろいろね、やっぱねグリスが安いのか硬くなりました。だから割とその時ちょうどそのカメラを頻繁に付け外しして、撮影するっていう、まあそういうミッションだったんで、割とストレス溜まった、まあ、これだったら倍の値段するけどレオフォトの方いいじゃんって思いました。まあ言ってしまえば違いはそのぐらいだったんですよ。だからそこをもしなんかね、ここグリスを塗り直して俺できるから安い方でいいわって人は、もしかしたらこっちなのかもしれないですけど、自分みたいにそういうの苦手な人、まあそんなことやる時間ないっていうか、そういうところに時間使うんだったらもう最初から高いやつ買うわみたいな人は、こっちの方が、レオフォトの方がいいかなと思います。なので、おやって思うかもしれませんが、もしこの安い方を買う人はですね、その辺を覚悟して、購入された方がいいかなと思います。私は寒冷地でそういう目に遭いましたけど、暑い時にどうなのかちょっと分かんないですけどね。まあ何も起こんない気がしますけど、暑くても。だから寒冷地で使うとか、冬の間、それこそ成形写真撮るんだったら最初からレオフォト買った方がいいと思う。っていう感じの差がありましたね。はい、ということでですね、こちら、レオフォトさんの自由運台 MBC20、これのご紹介でございました。一応まあここが緩いなと感じたら、こう後ろのネジとか締めればね、一応これは硬くしたりすることができるので、その辺のメンテナンスも簡単かなと思います。ということで、レオフォトさんの MBC20 をご紹介しました。これ私みたいな撮影してる人とか、ちょっとでも荷物減らしたいなみたいな人にはすごくおすすめです。で、使うときはこれと、あとこのバランスプレートね、 NR100、 これも一緒にお声求めいただけると、さらに皆さんの撮影がマーベラスになるんじゃないかなと。それでは、また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。したっけねー。どうもー。